次の段階に進みます、うん、授業プリントが手に入りました。試験対策のプリント過去問全部手に入りましたってなったら、それを使って、これ2つ目です。とりあえず授業前に問題を解いてみるっていうことですね、うん、その科目の本当の授業が始まる前に、組織学な組織学の過去問を先に解いちゃうってことです。そうしておくことで疑問点を洗い出したいってことなんですけど、どうせね、まあ、授業ってみんな聞かないじゃないですか、普通にしたら、うん、大きくなずいたね。まあ普通の人は授業が終わって、その後何日後かにテストがあるじゃないですか。で、授業プリントが溜まって、誰かがなんか試験対策とか作ってくれてから勉強しやすみたいな。で、2週間だけで勉強するみたいな感じかもしれないですけど、あらかじめやっとく勢からしたら、まあ、30日から40日ぐらい猶予があるわけです。授業の期間がここで、テストまでの期間がこれで、あらかじめ勉強しておくっていう人は、さらにこの部分、学入ってるかな、この部分勉強時間確保できるんで、トータルでも全然違うわけですよ。授業が始まる前までにあらかじめ解いておけば、わからないところとかね、洗い出しておける。授業プリントとか過去のプリントですね、まあ、去年の先輩たちのプリントとか使ったり、病気が見えるとかテキストを使って疑問点を確認しておいて、早めに先取り学習しておくといいんじゃないですかって、うんうん、そういうことです、うん、まあ疑問点先にまとめといて、実際の授業でそれを確認するってことですね、うん、そうですね、まあ、偉そうに言ってるけど中尾先生ね授業でじゃないでしょで、その上で3つ目ですよ、うん、大学の授業を受講して可能だったら先生に質問して疑問点解除するっていうことですね。これ3つ目です、はい、可能だったら、可能だったらでもさっき授業受けても意味ないって言ってませんでした、はい、意味ないっていうのは、そのとりあえず授業の前に問題を解いておくっていうことをしてない人にとっては意味ないです。あ、なるほど。そうは言ってもやっぱ普通に受けると正直意味ないですよ、授業なんて。ほとんど意味ない。その時間普通に勉強してた方がいいと思います。自分でテキスト、過去のプリントと過去も使って勉強してる方がより合格に近づくとは思うんですけど、とりあえず先生の立場に立ってみましょうよ、うん、先生の立場に立って講義、自分の講義を聞いていて、で最後授業の周りに質問までしてくる、そんな学生どうですか、先生の立場からして。かわいいですね。ですよね、はい、何こいつうぜえとなんだっけ特にあの低学年で試験が記述式の場合なんか、うん、もしかしたらちょっとこの子はちゃんと聞いてたから部分点ちょっとあげようってなるかもしれないですよ。出席点みたいな、確実にそれはもう加味されるね、名前も覚えてもらって、それ狙いですよ、うん、そういうことです。なるほど。あとは質問事項っていうのは、やっぱまとまってる段階で授業を聞くっていうのと、何が出てくるか何言われるか分かんないっていう状態で授業を聞くっていうのと、頭に入ってくる度合いっていうのはやっぱ全然違います、ね、うん、言うて違うって感じなので、そこもやっぱ大事かなって思います。そうだよね。だって予習ゼロってことは本当に初めて聞く単語があるわけで、うん、それって本当に全く知らない言語を聞いてるのと一緒だから、うん、せめてね、単語の意味だけ、意味が分かんなくても知ってるだけでかなりいいかなと思うね。先生によっては専門用語とか自分の中で当たり前になりすぎちゃってて、解説しないでいきなりどんどん進める人とかいるじゃん。はいはい。とか他の科でやるから、他の科目でやるから自分は説明しないですとか言っといて、いやそれもこっちの科目でもこっちの科目でも同じこと言ってて、結局何も進まないみたいな。だから授業の中では解決しない、知らない単語がずっと飛び交ってるみたいな、そういうことが起きてしまうので、それを解消できるっていうことですね。これが解消したら最後4つ目ですよ。ひたすら過去問繰り返すっていうことですね。生徒さんから質問よく来るんですけど、じゃあ先生何回解けばいいんですかって聞かれるんですけど、はい、これもねよくある質問ですよね。何回やるかっていうのは全然大事じゃないですよ。何回なんかクソほどどうでもいいですね。1万回でも2万回でもやってくれって感じなんですけど、そう、大事なのはできるようになるまで繰り返すってことです。それが、まあ、1回でできるんだったら別に1回でいいし、2回でいいんだったら2回でいいんですよ。100回やっても200回やってもできないんだったら201回やってくださいって、それだけです。できるようになるまでやる、それが大事。何回やればいいんですかっていう質問は本当に無意味ですできないところでずっと足踏みしちゃって、次進む前にこれできなきゃいけないってなるんじゃなくて、全体をね見て繰り返すっていう意味です。そういうことですよ。いいことだ。はい、以上ですかね。そうですね。これも生徒さんから質問あるんですけど、過去問ありますか、答えないんですっていう、答えがないときどうすればいいんですかって聞かれるんですけど、それはね、問題見て、まあ、自分なりの答えをまず作ってくださいっていう話ですね。自分でそこの手順をやってくださいっていうこと、ね、何言ってんすかそれ困惑してるじゃないですか当たり前で、それをすっ飛ばして何くれくれみたいなそこが勉強だから ね勉強とはそこなんでね、過去問まであるんだったらいいじゃないですか。いい、答えだけあるんですよ。いや、いいじゃんみたいな。答えこれって分かってんだったらどうやって調べればいいか分かるでしょうよっていう、うん、それすらないとこはね、頑張ってって感じになりますけど、うん、まあ、ただあれですよ、自分の出した答えが本当にこれで合ってるのか、これを試験で出して通用するのか、点数もらえるのかっていうところが、他の友達とかとね一緒に答え合わせというか、うん、すり合わせたり、まあ、それでも疑問点が出てくるなら先生に聞いたりっていうのをすればいいと思いますよ、うん、そうですね。まあ、こんな感じですかね。そんな感じですね。はい、いい感じで締めてくれました、はい、今までのところこの4つの手順ですね、参考にして、まあ、予習でして早めのスタートを切ってもらえれば留年せずにいけるんじゃないかしらっていうことですね、はい、留年せずに疑似留年を自分でしようということですよ。そうです。
はい、はい、ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。